生初石焼き芋焼いてみてます。弱火でね、なんかじっくりやるのがポイントっていうことで、今もう1時間ちょっとやってるんですけど、なんかあんまり焼けてない気がして、何かなって考えたら石を引きすぎてるかもしれません。ということで石をね結構抜きました。これ3個分ぐらい抜いてます。もう本当にダッチオーブンが今度隠れるぐらいだけ引いて、とりあえず火を通りやすくしてます。で石なんですけど、なんかホームセンターに売ってる黒玉砂利みたいな、あれがいいということをネットで調べて、それを買ってきて今日朝からそれを使ってねちょっとやってみてるんですけど、いずれ焼けるでしょうということで、そんな、休日を過ごしています。時間かかるね。あ、でもシワシワなってるね、うん、なんか表面がシワシワになるといいっていう、それが来るともう少しみたいなのをねネットで見たんですけど、あ、スーッとはいかない。約2時間が経ちました。ちょっとシワシワにはなってるかな。あ、いい感じじゃないでしょうか。OK、 完成。どうだこれ、どうなの。めっちゃ硬そうだね。硬そう。食べたらめちゃめちゃ美味しかった。美味しい甘い。全然いける。めっちゃ美味しいね。やっぱ甘いね。美味しい。甘さが全然違うやん。今日外食って。外食、外食、外食これ外食。アマゾンのタイムセールで買ったものがね続々と、届いてきてます。結構楽しみだった。これジン東京っていう会社のインソールだと思うんですけど、これ何をかっていうと、革靴ね、はい、これに早速入れようと思って玄関で開封してます。中がね革になってるんで、なんかもうちょっとね心地よく履きたいなと思ってこれ買ってみました。なんかここに切るところがあって、これで自分の靴のサイズ合わせてなんか使えるようにするみたいな。今このまま入れても大きいので切ってみたいと思います。このガイドラインがね結構しっかり書かれてるんで、これいいですね。なんかこっちがねポコポコしてて、まあ滑りにくそうだなっていう印象ありますね。で後ろはねこんな感じでスポンジ入ってて、でここ買うときにねちょっと気になってたんですよ。これがどういう素材なのかって気になってたんですけど、ちょっとなんかラバーっぽいというか、はい、シリコンっぽいというか、プニプニしてるのでクッション性はかなりいいんじゃないかと。とりあえず 5.5 で切ってみようかな。ぴったりかも。いい感じかも。おお、だいぶ変わりますね。やっぱり詰まった感じになる。ああ、フィット感いいですね。そしてこのお気に入りのパラデウムの靴もね、ちょうどこれに切ったサイズと同じだったんで、いい感じに履けるかも。この靴ね、サイズいいんですけど、ちょっとこの甲の部分がね、あの自分は余裕がちょっとありすぎるかなっていう感じなので、これでちょうどよかったらちょっともう一個オーダーしてみようかなと思います。あ、いい感じかも。ちょっとね、しばらく履いてみて、様子見てよかったらまた買い出します。第一印象はいい感じ。ちょっとね、かかとが高く感じるというか、履くと、つま先に向けてちょっと体重がかかるようなイメージですね。まあね、ちょっといろんな靴出して、つけてみてるんですけど、まあ、フィット完全にしてないなっていう靴あるんですけど、こういうね、これとか、コールハンの、シューズなんですけど、ニューヨークにいた時に買って、まあちょっと大きいなと思いながらも、使ってずっとね、マンハッタン、毎日歩いてたんですけど、やっぱり履いてるとさらにね柔らかくなって広がってくるんですけど、そういうのにね入れたら今めっちゃフィット感ありますね。これを早くやっておけばよかったってちょっと思ってます。ただ気をつけないといけないのは、これ結構ねここの厚みが出るというか、結構足が上に上がるので、ここがね甲がある人は厚みがあんまり上がらないのがいいのかなと思ったりしました。私には結構ちょうどいい感じです。そして、他届いたものはね
このインスタ360 1X2 の予備バッテリーですね。これも購入したんでね、今日届きました。まあこれまでね、相互品のバッテリーはね一度だけ買ったことあるんですけど、あのこのインスタ360のじゃなくて、めっちゃ破いてるけど RX100M7 のソニーのカメラのね買ったんですけど、やっぱり純正の方がやっぱいいですね。え、なんか厚みが、あ、ケース、ケースに入ってくるんだ。単体で買うとケース入ってきますね。はい、うん、これは正規のあのインスタ360の商品なんで、まあ、間違いないと思うんですけど、 1X2 のねバッテリーになってます。ケースなんかいいな、なんか収まりが良くていいですね。で、これはあのちょっとね、ヨーラーっていう、キャンプのストーブになるんですけど、これちょっと中身の確認だけでちょっと開けます。これね1個持ってるんですよ、持ってるんですけど、あのお友達にちょっとあげたくて、はい、すごいおすすめなんで、うん、ちゃんと、まあ、これは間違いないと思うんですけどね、ちゃんと入って、もしねキャンプ初めてなんか折りたたみの焚き火台ですね、探してるって方は、これヨーラーのこの焚き火台めっちゃおすすめです。一人から二人ぐらいでね、あのこじんまりとやる方にすごいおすすめのやつですね。気になる方はリンク貼っておきます。はい、以上です。あ、あと一個、あともう一つ、これもね別で届いたんですけど、この間買ったマイクのね、ロードの NTG3 の風防になりますね。はい。デッドキャットとか、ウィンドスクリーンとかね、言われるやつなんですけど、Amazon に売ってて、これロード製品じゃないんですけど、まあ、試してみようかなと思ってちょっと買ってみました。そのままマイクを差し込んで、あの、防風になるっていうやつですね。まあ、これはね、今度また、別の動画でね、検証してみたいと思います。ということで、以上です。今日はこの散らかり切ったオフィスを片付けて、ゆっくりしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。